地球における73億人すべての人が同じニーズを持ちます。誰であっても、どこに住んでいても、すべての人に共通するのは衣食住が必要であり、これには必ずお金がかかることです。人類すべてに共通するのはお金であります。お金はいざとなった時の保証だけでなく、夢を実現するためにも使えます。したがって、ほとんどの人が生活費を賄い、生計を立て、さまざまなニーズを満たすため、お金を追いかけることに半生を費やします。お金は私たちの夢を実現するためのツールだけではありません。時には破壊、欲望、犯罪にも使われることがあります。善悪問わず、とてつもない力を持つお金ですが、本当に理解できている人はほんのわずかです。私たちが日常的に手にする紙幣そのものに価値はなく、社会の信用によって成立しています。私たちの未来は世界の中央銀行にしっかりと握られているのです。お金は力の象徴であります。この事実と向き合い、新鮮な気持ちでお金の真実を学ぶことによって、この力をあなたのものにできます。2008年の金融危機で世界の金融システムが破綻しかけました。これは中央銀行および監視機関の責任であります。一晩で多くの企業が倒産しました。しかし同時に大きなチャンスが生まれました。1枚のコインに表と裏があるように、こういった危機的状況はより良い経済システムを生み出すきっかけとなったのです。2008年の経済危機から一瞬で今までの金融システムを変えてしまうとてつもないチャンスが生まれました。今までの金融システムに対する長年の不信、不満から生まれたのが暗号通貨であります。ビットコインのブロックチェーンは2008年に開発され、金融機関、監視機関、政府やメディアの批判にもかかわらず価値が大幅に増加しました。2009年から2013年のわずかな時間でビットコインの価値は1枚 0.1 ドルから1100ドルに跳ね上がりました。非常に短い時間でビットコインに投資していた人は億万長者となりました。金融史上最も話題となったサクセスストーリーではないでしょうか。気軽に26ドルを投資した若いノルウェーの男性は、投資をしたことすら忘れかけていた数年後、その26ドルを驚くべきことに85万ドルに変えていました。初期段階のビットコインを紹介され、断ってしまった人にとっては、高い勉強となりました。新しいテクノロジーにより世界すべての人が自ら銀行となり、税金や銀行手数料から解放されるとなったらどうでしょう。ソフトウェアによって構築され、インターネットで共有される暗号通貨に信用を置くことはできるのか。今まで私たちは第三者機関を信用するよう教えられてきました。銀行、クレジットカード会社、送金サービスなどにとんでもない金額を支払っています。本来なら無料であってもいいはずであるお金の管理や移動に高い料金を支払う習慣が身についているのです。ほとんどの人は銀行に絶大なる信用を置いています。莫大な金額がかかる仲買人を排除し、より安く安全に早くすることができるのです。多くの人は闇市など匿名で行う取引と関連しがちですが、実際は思っているよりもはるかに透明です。考えてみてください。今日あなたは簡単に音楽や映画をコピーしダウンロードすることができます。暗号通貨はこういった音楽や映画と同じです。ここからが暗号通貨を紐解く鍵となります。
デジタル通貨は音楽と同じようにダウンロードされてしまわないか不安になりませんか？デジタル通貨はコピーされずに価値を保つことができるのでしょうか？暗号通貨はコンピューター上のファイルではなく、ブロックチェーンと呼ばれる共有データベースへのエントリーです。銀行は各口座の取引を帳簿に残します。暗号通貨では銀行口座をあなたしかアクセスできない e ウォレットに置き換えています。ブロックチェーンは帳簿の役割を果たし、採掘されたすべてのコイン、すべての取引の記録を残します。コインの量は変わらないですし、システムからコインがなくなることはないので、帳尻は必ず合います。コインが送られると、その取引に単一なコードが送られ、データベースに記録されます。取引が行われると帳簿、ブロックチェーンは世界各国で常に同期されます。ネットワーク上の各ユーザーはブロックチェーンの同一コピーを共有しており、公開されているので、一人の人間によってコントロールされることはありません。単一障害点がないため、ブロックチェーンをハッキングするためには、複数の場所にある数千台のコンピューターを同時にターゲットしなければなりません。不可能とは言い切れないかもしれませんが、非常に難しく、現在の銀行システムよりはるかに安全です。このシステムは世界中の銀行、金融業者の代役となるポテンシャルを秘めています。多くの人は金融の知識がなかったり、日々支払っている金額を把握しきれていないため、今日の金融システムに満足してしまっています。暗号通貨は完全に透明であり、誰もコインの量や採掘のルールを変えることができないので、現在の金融システムとは正反対だと言えます。暗号通貨は量が限られているため、インフレがありません。この通貨は私たちの世界をより公平なものにするポテンシャルを秘めています。何百万人もの人が銀行口座を持たずに生活し、さらにスマートフォンを持っている人の数は増えています。暗号通貨のテクノロジーを使うことによって、誰しもが世界どこでも使えるパーソナルバンキングが可能になります。インターネットが通信にもたらした影響を暗号通貨は金融にもたらそうとしています。将来的にどう変化していくのか、より一層期待が膨らみます。ビットコインは驚異的なインパクトで暗号通貨を世界に知らしめました。しかし先駆者はすぐに改善の余地があることに気づき、取り組み始めました。新しい暗号通貨が開発され、この新たな経済システムがより認知されるようになり、より安全で安定し使いやすい暗号通貨への扉が開けました。ワンコイン、暗号通貨 2.0。 創設者であるルジャ・イグナトバ博士はブルガリアで生まれ、ドイツで育ち、金融のエキスパートです。コンスタンツ、オックスフォードにて経済学の修士と法律の博士号を同時進行で進め、わずか4年で両方を取得することに成功しました。マッキンゼーで最年少のアソシエートパートナーに昇格しました。マッキンゼーでズベルバンク、アリアンス、ユニクレジット、ライファイゼンなど金融機関を担当しました。またフランクフルトのドイツ銀行のプロジェクトや、ロシアの投資銀行業務の開設を行いました。資産 2.5 億ユーロを誇る世界有数のファンドの CEO、CFO を担当した彼女は、暗号通貨が世界的に広まると、この技術に可能性を見出し、新しい時代を担う暗号通貨のエキスパートとなりました。これによりルジャ博士は暗号通貨数社のコンサルティングを行うこととなり、さまざまな言語で暗号通貨の本を出版してまいりました。2012年にブルガリアの女性起業家として表彰され、2014年にはワンコインの改革が認められ、再度表彰されることとなりました。実力だけでなく、暗号通貨のセキュリティ改善に対する情熱を持ち続けるルジャ博士は、
この技術にさらなる磨きをかけ、盗難の危険性をほぼ完全に排除した新たなシステムを開発しました。トラッキングが可能なコインは世界各国で素晴らしいチャンスとして歓迎されています。ネットワークが将来どのような影響を及ぼすか理解した彼女は、多くの人に金融のことを知ってもらおうと努力を重ねてまいりました。この絶好の機会をものにしてもらうための通路を用意し、誰しもが参加できるよう全ての人に扉を開きました。世界の誰しもが金融に精通し、しっかりとした金融の知識を持った人と同じように利益を得ることができます。ワンコインは2015年1月に香港で行われたライブイベントで採掘を開始し、それ以来195カ国において65万人の採掘者が参加するまで驚異的な成長を成し遂げました。ドバイで2015年5月に開催されたイベントで、ワンコインの買い値を予想の2倍となる 1.05 ユーロに設定しました。ワンコインは次のように値上がりすると予想されています。2016年6月には 2.2 ユーロから5ユーロの間を予想し、2017年6月までには50から100ユーロを予想しています。こんな夢のような話が本当にあるのでしょうか。ビットコインのケースを振り返ると夢のような話ではありませんか。しかしビットコインは現実に起こりました。先ほど申し上げたシナリオは確実ではありませんが、ビットコインが成し遂げた成長に比べるとほんのわずかでしかありません。ワンコインの需要は現在非常に高いです。シンプルであると同時に、ワンコインの暗号通貨としての優れたセキュリティが認められるようになってきました。需要が高まることにより、ワンコインの価値はこの先上昇することが予想され、大きなキャピタルゲインが期待されます。6月にワンコインは xcoinx.com に掲載され、世界第2位の暗号通貨となりました。約1年で10億ドルの時価総額に到達しました。ワンコインに参加することにより、創設者ルジャ博士自身が開発した講座ワンアカデミーのアクセスが可能となります。この講座で提供される様々なツールは大学と共同開発され、お金の歴史を分かりやすく解説します。また6段階の精通レベルから選ぶことができ、必要な知識をすべて学ぶことができます。参加する手順について説明いたします。ワンコインネットワークに参加し、無料アカウントを作成します。採掘者になりたい場合は一口130ユーロから参加が可能となります。ワンアカデミーに加え、無料のトークンが提供され、世界最大規模の採掘者プールに参加することができます。トークンを提出することによりコインが製造され、あなたの個人アカウントに課金されます。専門知識や特殊機器を必要とせず、なるべく多くの方が採掘プロセスに参加できるようにいたしました。暗号通貨の価値は需要と供給によって変動するので、ワンコインネットワークへの参加者が増えれば価値も伴って上昇することが容易に想像できます。ワンコインは最も新しく近代的で革新的な暗号通貨です。創設者のルジャ博士は教育を通してインターネット時代の金とも言われる暗号通貨で利益を得たいと思っている方々の力になりたいと強く願っています。ワンコインは2014年以来世界中に広がっています。採掘者、トレーダー、ユーザーなど数十万人を獲得し、世界の隅々で人々の生活を向上させています。現在の金融システムは多大なる変化を遂げ、今新しい時代に向かっています。あなたは最大のチャンスを目前にしています。ポートフォリオを構築し、
収益源を確保したいと思う人にとっても、新しい歴史の1ページを切り開きたい人にとっても、この革命の初期段階から参加することは、暗号通貨の収益だけでなく、将来の経済においても良いポジションを確保するとても素晴らしい機会となるでしょう。意思決定は情報に基づいて行われるべきです。このビデオを紹介してくれた人に質問をし、納得するまで情報を吟味した上でご参加ください。暗号通貨が今後の経済に影響を及ぼすかどうか、もう答えは出ています。あなたはこの新経済に飛び込むことができますか？